なくいただけますので本当に使い分けかなと思っています。3世代モデルは併売続ける感じなんですね。そうです、はい、あのかなり違うものだと思いますの で、うん、で特にあの390シリーズのパックとか市販のパックが使われているんですけど、うん、ところで非常にあのランニングコストが良かったという感じしてますし、ちょっとあのやっぱり257では使い方というかもうありますので、うん、あれはもう本当に、まあ、音楽の人としてはあの台所ですとか、うん、あのバスルームですとか絶対に常にあの水を出したい場所に専用の水マイクを置いてほしいぐらいのつもりで作ってたらしいんですよ。アメリカ人の発想なので、うん、日本人とちょっと発想違うので、うん、でこれに関して言うともう本当にあの